さて、やっていきますか。はい、こんにちは、ジャマです。今回はバラナマサイト、ファイル23、本庄の話、やっていこうと思います。ということで、行きましょう。前回ね、ちょっと、電池がね、なくなっちゃって中途半端なとこからに、ところで区切っちゃったんですが、続きやっていきましょう。ハルエさんのルートで、なんだっけ、飛迫石鹸に、リヒタがね、乗り込んだとこですね、カイさんね。で、弓岡とのやりとりの中で、呪詛玉そっちはいくつ集まってるんだと、今の話が本当ならば、さぞや大規模な探索をしていることだと思うけども、ということだったんですが、6個です。こちらの点に現在6個ありますと、めちゃめちゃな嘘ついてんな、こいつっていうね。ここから続けましょう。なるほど、すごいな。それなら安心だ。危うくまんまと呪いに利用されるところだったようだ。お分かりいただけたようですね。であれば直ちに呪詛玉をこちらに渡していただきたい。ところが今は持っていないんだ。大事なものだから隠してある。そうですか。お互いに嘘つき合ってるっていうね。ではこれから一緒に取りに伺いましょう。すまないがこの後大事な用があってね。後で必ず持ってくれよ。わかりました。ならば一応あなたの住所と電話番号を控えさせていただいてもいいですか。用心深いね。わかったよ。というわけだ。まあじゃあ、よみがりの秘術はまやかしだったってこと？いや、それはハッタリだろうね。呪詛玉を手放させようと、口八丁手八丁で巻き上げようとしていただけだよ、きっと。呪詛玉を6個回収しているという話も、サバを読むにしてもちょっと盛りすぎたね。だよね。まあ、なんか、一応プレイヤー視点ではね、9個あるっていうのが分かってますが、カイさん、ハルエさん、タッチ視点で言うと、まあ、7不思議だし7つだと思ってる可能性もあるから、自分たちが持ってるやつ以外全部集まってるんかいっていう風になっちゃうからね。まあ私ってなんて素直なの。ただ飛迫石鹸が呪詛玉を求めていて何かを企んでいるのは間違いない。呪いについて知っているのに最高の溜まっていない呪詛玉をそこまで必死に求めているとなると、そうだよね。確かに呪詛玉の方を欲しがってる感じがしますよね。飛迫が今回の呪いの黒幕である可能性も出てきたね。まあ、荒石先生が黒幕の可能性もあるよね、みたいな感じで言ってたけど、まあ、こっちかもしんないな、ということですね。まあ、荒石先生自体はね、まあ、実際には、もう呪詛玉を手放しちゃってるし、黒幕って感じではない、プレイヤー視点だとね、感じではあるんですけどね。それは会長が魔女だということと関係が？さてどうだろう。そもそも本当に力を持っているとしたら、そんな秘密を軽々しく外部の人間に話さないと思うけどね。弓岡の口から出まかせか、あるいは裏ではそういうことだと触れ回って噂を広げようとしているか。なぜそんな真似を？今世の中は空前のオカルトブームだ。その中で飛迫の会長は神通力があるなんて噂が広まれば、神秘性も含めてその権威は揺るがないものとなるだろう。まあ怖い話。はい、ということでね、まあ、引き続き見ていきましょう。そういえば飛迫の受付ロビーでもう一個気になる話を耳にしてね。何？何でも今朝発見された変死体の一人は飛迫石鹸の従業員だったとかどうか、どうとか。おきいえくんですね。まだ被害者の身元は公表されていないから噂の息は出ないけどね。いずれにせよ飛迫石鹸は七不思議の呪いに深く関係している。それがはっきり分かっただけでも十分な収穫だ。情報が多ければそれだけ交渉材料が増えるということだからね。ふむ。ここには今はもう用はないだろう。別のところに行こうか。よし、じゃあ移動しましょう。さあ、ただ移動しましょうと言いつつ、どこに行ったものか。一通りね、前回の含めて言うと回っちゃってるんだよね。そうだな、どうすればいいんだ。
駒形高校は白石道夫の家が、目的地に加わるっていう感じだったし、緑町も今行ってもって感じだったんだよね。だからちょっとね、あの順番俺がおかしかっただけで、本当は、飛白石鹸最初に行って、それから駒形高校に行くルートだったんじゃないかという、気もするので、まあだとしたら最後ね、道夫ちゃんのところに行くんじゃねえかな。白石家付近、ここはね前回一度行ってるんですけどね。もう一度来てみましょう。やっぱり白石家は誰もいなかったよ。おや？お、なんか進展ある？そうか、ここで来たか。ん？どうかしたの？あ！そういうこと？その話、もうちょっと詳しく聞かせてもらえるかい、リヒター。ここでエリオと、堤さんと合流するという感じなんですね。あ、で、しかもそれで終わるんだ。おー、じゃあ前回もうちょっと電池持ってればよかったじゃん。なるほど。その上で、堤さんルートが選べるようになるわけだ。高級寿司ね。じゃあ、さすがに今回、まあ、前回のやつ、そういう世界もあるの、残りだけだと短いので、こっちもね、続けていきましょうか、高級寿司。日暮れまではタイムリミットである以上、時間を無駄にはできない。そんな中、堤とエリオは駒形高校と白石県調査の足を向けることにした。ってことで、まあ、あれですね。白石道夫の家に、堤さんとエリオが向かってきたところに、カイさんとハルエさんが行ったという形での合流ですね。あれ？ああ、はいはいはい、そういうことか。じゃあ白石県に行けばあの二人がいるということですが、じゃあちょっと先に駒形高校を見てみようか。この曲好き。毎回言ってる。ちょ、刑事ドラマっぽいよね。駒形高校前。駒形高校です。今日は臨時休校になったので、生徒たちも困惑してうろうろしているようですね。事件の関係者に話を聞きりゃいいが、そう簡単にはいかねえか。ん？俺の服に何かついてます？もしかして匂います？まあ、徹夜で、捜査してますからね。ここ駒形高校は吉見が担当していた生徒が在籍しているだけじゃなく、本所七不思議バカ林の場所でもあり、実際教師が呪い殺された現場でもあります。今回の件と関係が深いので何か手がかりがあればいいですけど、うむ。周囲と校舎と校門体育館、調べられるのが意外と多いですね。教師の遺体が発見されたことが報道されて、野獣馬も集まってざわめいています。警官も立っていて、周囲は物々しい雰囲気に包まれていますね。体育館。駒形高校の体育館は投票所や避難所の役目も担っています。この辺りにはまだ木造の建築物も多いですが、これだけ頑丈そうな作りなら安心できますね。あ、同じとこ見ちゃった。ちょっと待って。あれ、あとは校舎と校門か。校舎見ましょう。吉見はじめは、墨田署地元のこの学校の生徒の面倒も見ていました。非行に走る学生については何年も前から問題になっていますが、聞いている話ではこの学校も例外ではなさそうです。お、資料更新。非行少年、昭和中期を抜けると青少年の非行が増加する時代となった。生徒間だけでなく教師へも行われた校内暴力に器物破損といった深刻な事件が、全国の中学校、高校、高等学校へ広がっていた。また暴走族も全盛期を迎えて検挙率も過去最大となり、町にはリーゼントヘアのヤンキーや女番長ことスケバンが横行した。このように少年たちが荒れた原因には、高校全入運動や、受験戦争へのプレッシャーが、考えられるが、単純に教育問題だけに一括りにはできない社会問題と言われる。なるほど。まあこの辺は一般的な情報という感じですね。で、校門チェック。現場検証のため現在校門は、封鎖されて立ち入り禁止になっています。今はまだ忙しそうですが、後で現場の担当にも話を聞きましょう。
一通りチェックできるところはチェックしましたかね。ん？ん？あー、いや、一緒か。そうね。だから現状これで、調べられるものはないかなと。事件の関係者に話を聞きればいいが、そう簡単にはいかねえかってことですね。まあ場所移動しましょう。白石付近、こちらで、春江さんと合流したのが、前回のラストだったので、前回のというか、さっきのラストだったんで見ていきましょう。午前9時台、白石付近。いや、合流は暑いね。この路地の奥に白石道夫の家があるみたいですね。二人で行って怖がらせてもいけないんで、まずは俺一人で行くのがいいですかね。なるほど。エリオは奥にあるという白石の家を確認している。道路が狭いので、確かに大の男が二人で立ち止まっているだけで目立ちそうだな。狭くて入り組んだ路地に住宅がひしめき合っています。俺たちみたいなよそ者がうろついたら目立ちそうですね。まさに下町って感じです。なるほど。確かにね、こういうとこにフラッと入っていけないよね、地元の人じゃないと。さて、白石の家の者はいるのかね。白石道夫が自殺じゃなかった可能性があるって話は、親族にはまだ死ねえ方がいいだろうな。静かだな。普段は近所の人たちが賑やかに行き交っているのだろうが、この町で凄惨な事件が起こっているせいか、みんな家に引きこもっているようだ。そうですね。周囲チェックも終わりかな。エリオは奥にあるという。あれ？ここで合流するんじゃないの？考えるか。さて、白石の家の者はいるのかね。白石道夫が自殺じゃなかった可能性があるって話は、親族にはまだ死ねえ方がいいだろうな。おっと？あれ？これ進まないぞ。あれ？ちょっと待って。おや？あれ？どういう状況？ちょっと待って、合流するんじゃないのかこれ。あれ、ちょっと待って、ストーリーチャートに戻ります。よろしいですか。まだ終了していないチャプターの場合はまた最初からやり直しになります。これさ、どっちも進展しない感じだよな。あ、だからあれか。ちょっと待って、これ一回戻って、そういう世界もあるの。ラストを見るに、道をちゃんちに4人で集合っぽいんだけど、時間帯が早いってことなのかな、これ。だとすると、おそらく駒形高校で、事件の関係者から話を聞けりゃいいんだがって言ってたんだけど、こっちでね、ちょっと両国橋に俺行っちゃったんだけど、ラストで駒形高校に向かえば、堤さんたちと合流でき、これ何？全部一緒になるってこと？かな？あ、その可能性があるか。そうだね。じゃないとここ進まないもんね、今の。OK。じゃあ、ちょっと、今回ね、前回が、充電の関係で申し訳ない感じで、中途半端なところになっちゃったんだけど、ここからさらにね、一回、こっちのルートに戻って、駒形高校に行って、ここ合流してってなると、なんか下手したら1時間超えちゃいそうな気もするんで、一旦じゃあ今回短いかもしれないけど、逆に、ここで区切りましょうか。だから、次回は、つつみさんルートを進めるために、みちよちゃんじゃないや、なんだっけ、やっこちゃんルートで、駒形高校、に行った状態で、もう一度堤さんの方に行くということを試してみましょう。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようと思います。
OK。ありがとうございました。いよいしょ。